はい、こんにちは。今回は歴戦のエビル城、こちらの方で、簡単に討伐する方法ありませんかということで、コメントをいただいたので、今回は剣士バージョンをご紹介したいと思います。以前、拡散ボマーの方で、紹介して、そちらの方見ていただいたんですけども、まあ、剣士の方、ガンナをやっていないので、剣士の方も教えていただけませんかということで、今回参考動画の方撮ってみたいと思います。武器やね、防具、他のね、詳細に関して、動画の最後の方でご紹介しますので、まずね、やっていきたいと思います。まず始まったら、飛躍で、鬼人役グレードで、怪力の種、あと粉塵ですね。まずこちらを飲んでいきます。で、討伐できない方の特徴としては、まあ、ほとんど同じなんですけども、無理に攻撃しすぎっていうのがあるんですよね。で、今回見てもらう通り、ガンランスですね。こうガードした状態から三角、これをやるんですけども、このガード突き自体こう3回できるんですよね。ただ3回してしまうと隙が大きくなるので、2回、多くても2回、こうやってね、連続攻撃してしまうとダメージを食らってしまうので、そうではなくて2回、最大でも2回、もちろんダウン中と関係ないんですけど、こう2回ね、2回ガードをきっちり成功させた、確認したら2回、これだけ。もしくは状況によっては1回とかね、イカレチとか、そういう時は1回にしてもいいです。こんな感じで、こう3回攻撃してしまうと隙が大きくなってしまうので、2回で、モンスターの攻撃を受けた後に攻撃、これを例えば今隙があるなと思って攻撃しちゃうとダメージを食らってしまうので、ガードが成立してから、カキンって音が鳴ってから、こう攻撃してもらう。これを先に、隙があるなと思って攻撃してしまうと、結構こちらがね、ダメージを受けてしまうので、まずガードが成功してから、こう2回、もしくは3回、3回はね、本当慣れてから、1、2で、ダウンしたら、突くと。この時にね、ダメージが30以下だったら砲撃1回でもいいです。これ大体ね、30切らないんで、もし30以下だったら砲撃、基本的には砲撃使わなくて大丈夫ですよ。もうこのガードした状態から突く、ガードが成立して突くで、今お供がね、睡眠属性なんですけど、寝たらまず飛ぶ、で、オータル爆弾置いてもらって、ガードした状態から丸ば、三角と丸で流撃砲だと同じようにガードして突く。なるべくね、なるべく2回か、ガードして、ガードが成功したら2回、3回だとね、本当に被弾しやすいんで、このノラの方とかね、ガンランス始めた方見ても、どうしてもその攻撃してしまいたい、この気持ちがね、あるんで、なるべくね、2回以下で、ガードが成立してから攻撃、これだけ守ってもらえればね、ダメージほぼないですよ。ガードが成立したら2回、こんな感じ、もうね、たったこれだけ。ガール成立したら2回、状況によってはね、1回です。これね、本当にダメージ食らわないんでね、すごく楽。ガードを成功したら1回もしたら2回、
もうイビル城はね、基本的に近づいてきてくれるんで、自分からね、行く必要ないんですよ。近寄ってきてもらって、ガードが成立したら、まあ、2、3回ぐらい。状況によりけりですけど、なるべく2回か。まあ、あとはね、慣れですよ、本当に。ガード成立したら2回、もう死ぬことはねほぼないですね、まあ、偶然はめられてしまってね、死んでしまうとか、あとは他のモンスターの攻撃を受けた時にガードが溶けてダメージを食らうとか、もうその辺ですね。まあ、疲れてきたらね、3回攻撃できるんでね、それ以外の時は2回か。で、討伐時間がね、大体、まあ、今の装備でやって15分ぐらいかな。もしもね、オンライン行ってもね、成功率すごい低いので、この前紹介した、拡散祭り、あちらが大体、まあ、上手い人だったら6分ぐらい、慣れてない人でも10分以内は全然いけるんでね、まあ、ちょっとあっちはね操作が いくつかあるんで、楽という意味ではこっちの方が楽かもしれないです。で、一応弱点が胸と頭と、まあ一応その2箇所で狙えるんであれば、まあ足とかですかね、こうね疲れてるときは3回、もうひたすらガードして R2 をずっと押しっぱなし、もうただこれだけです。すごく簡単。タイムアタックじゃないんでね、無理に攻撃する必要ないんですよ。もう狙えるタイミングだけ狙う。で、今緑色になったんで、ここはね耐える時間、だいたいね緑色になったあたりでこのイビル城がね逃げるんですよ。今回ねちょっと長いパターン、これね、胸とか足を狙ってしまうと弾かれてしまってね、ダメージを受けてしまうので、こうね、お腹とか胸、これね1回だけ無理に攻撃してしまうと弾かれるんで、こういう時も、ね、攻撃せずに、こうね、胸あたりもう攻撃できる時だけ攻撃する、こうね無理に攻撃するんじゃなくて、ガードが成立してから、ガードが成立してから攻撃、たったこれだけ、非常に簡単。そのさっきも言ったんですけど、オンラインの成功率がすごい非常に低いんですよ。なるべくこっちの方法で試してもらった方が安全。これショートカットちょっと登録し忘れてるんで、今あれでしたけど、ショートカットやってもらった方が楽ですね。そのダウンの時も無理に攻撃するんじゃなくて、今みたいにね、解く方を優先した方がいいです。もちろんね、青ゲージだったら全然関係ないんで、その緑ゲージになった時に、弾かれが怖いんでね、研ぎ石の方を使ってあげると。ガードが成功したら2回、もしくは3回。まあ、なるべくね、今ちょっとね、背中側向いちゃったんで、正面、常に正面、背中側はねガードできないんで、こう常にね正面、こう正面を向いてあげる。で、これも研いでいるんで、このまま攻撃、
この時は無理にね、こう何連続も入力するんじゃなくて、できる限り2回こう様子を見ながらね。もうほんとこれだけ。もうすごい簡単で、逃げたら研ぎ石。で、粉塵と怪力の種。一応ね、モンスター、イビルジョンが止まってからの方がいいですね。これ一番だと思うんですけど。おそらく一番じゃないかな。まあちょっと違うな。さあ、ここら辺で粉塵飲んで、怪力の種と。で、なるべくね、達人の灯も置きたいんだけど、無理に置く必要ないです。置けるようだったら置く。あ、やっぱ1番でしたね。多分2番で戦うっていうのはね、あんまりないんですよ。ほとんど1番。まあ、ここでもう一度ね、怪力の種と粉塵飲み直してもいいですし、そのままでも問題ないです。効果がね、一応3分間なんで、そこそこね、持つので大丈夫です。で、ある程度近づいたら、結構ね、近寄ってくれるんで、無理に、目の前で置く必要はないです。ガードして2回、可能な時は3回。もっとね、無理に攻撃する必要ないです。可能な時だけ。ガードが成功したら攻撃。これ非常に簡単ですよ。まあ、ほとんどの方ね、その失敗しやすいっていう方は、やっぱり攻撃しすぎっていうのがあるんでね、こう無理せず、ガード成功してから、こうや。ガードをしてから攻撃。カシャーンって言ってから、こう攻撃すると。本当にこれだけ。モンスターによってね、2、3回ダメージ受けるやつがあるんで、あれは全部ね、ガードしなきゃダメですけど、あ、届かない。ここね、胸の方に行ってこい。このガード付きだけをやる。で、移動したら、研ぎ石。たったこれだけ。多分だけど、次のエリアでおそらくね、捕獲可能までいける。で、移動したときは必ず粉塵と種。今あの左下のマップに、ね、イビル城表示されてますけど、ここにね、ドクロマークが出てから捕獲できるんで、もしね、不安な方は巣で捕獲した方がいいです。無理にね、ここで捕獲しようとせずでも大丈夫なんで。もうひたすらね、ひたすらガード好き。もちろんもう操作に慣れたよって方はね、あの砲撃とかフルバースト、あそこら辺を取り入れても大丈夫です。最初に、ね、慣れてない方はこういう攻撃もせずに、あの普通のガード付き、今みたいに、ね、やろうとすると被弾してしまうんでね、必ずこのガード付きだけ。これ今、あ、寝てないか。だいたい1回のクエストで2回寝ると思います。まあ、お供のね、武器が睡眠なんで。この時に三角をしちゃうと、あの近づいてね、月になってしまう。ああいうのはね、一切なし。このガード付きのみ、慣れるまでがある。今あの説明動画なんでね、こうわざとやってみたりしてますけど、基本的にはこれだけ。あのどれだけ被弾しますよっていうのがね、分かると思いますけど、もうガードしてつくだけ。
これだけ。ガードが制したら攻撃。実際使うアイテムっていうのは研ぎ石と怪力の種、グレードで粉塵、たったこれだけ。もちろん達人の遠投をね、使っていただきたいです。他もう一つ何かあって特にないんですけど、不動の創意でも体力の創意でも、あの癒しの遠投でも何でもいいと思います。今のあのプレスですか、あれもね、これ食らってしまうと次の攻撃避けれないんでね、その時に3回目攻撃してると大体受けてしまう。ほんとこれだけ。でモンスターによってはね、体力が一番下の体力と 1.1 倍以上の差あるんでね、時間かかってしまう場合があるんですけども、まあ、これだったらね、死ぬことはまずねないんで、まあ、操作が慣れてなくてもクエスト失敗っていうのはねないと思います。失敗してしまう原因っていうのは大体こう三角を3回押してしまう。これ、ね、三角3回ね、ほんとね被弾しますんで、他のモンスターも同じですね。3回こうやるのは大体ねダメージを食らってしまう原因。ずっとこんな感じ。2回で収めておいてガードして、状況によってはね3回、あこの攻撃の後大丈夫だなとか思ったら3回、基本は2回。ちなみに今時間が18分かな。多分今回ちょっと耐える行為かもしれないですね。さっきのところで大体捕獲可能になってくるんでね、今回ちょっと多いかな。もしくはね、あと1回寝てもらえれば、爆弾とね流撃砲、あちらの方でねダメージが入るので、まあおそらく終わっていたかなと思います。まあ、達人の遠投を置いて、切れ味をやって、怪力の種、まあ、そこら辺ですね置いてもらって、無理にね行く必要ないですからね、勝手に来るんで。ガードを成立したら2回、ガード成立したら2回、まあ、これはチャンスなんでね、いくらでも越していいと思うんですけど、今ドクロマーク出ましたね。今画面の左下に、ドクロマーク出てますけど、あれが出たらねもう捕獲可能になってますんで、まあ、もしなんでしたら閃光玉投げてもらう、安全を図るために閃光玉投げてもいいですし、あの巣に戻ってね、やってもいいと思います。ちょっと一応捕獲しちゃいますね。で装備と、アイテム、あとお供の方ですか、こちらの方もね紹介していきます。ちょっとね巣がこっからだと結構遠いんで、閃光玉でこう止めたいんだけど止まらない。まあ、巣でねすんなりやった方がいいと思うんですけど、今回はね、時間の都合上、捕獲してしまいます。はい、というわけでね捕獲完了になりました。さら装備の方とあと、防具、お供、アイテム、こちらの方ね紹介していきます。今みたいにねダメージ本当食らわないんですよ。もう慣れればノーダメでも全然いけます。もちろんね、お供があのうまく2回眠らせてくれたりするとね、さらにあの速くなります。時間今回18分50、ちょっとね長かったです。多分体力がちょっと大きいのかっていう感じですかね。で見てもらう通り、あのお供の今励ましの楽器が2なんですけど、あのレベルね、これがね10の人はもうちょっと早くなると思います。
で、今回にちょっと食事の方を間違えてきたっていうのもあるので、もうちょっと短縮できると思うんですけども、ちょっとね、その辺も紹介していきます。まずね、食事の方なんですけど、できればね、お食事券を使っていただいて、ちょっと今回使いますね。食事のね、カスタムページ、この4分の4ページ、ここの、砲撃台って今書いてあるところ、この攻撃力アップ台と、猫の砲撃術、これをね、つけてもらいます。で、これが、このね、肉のカテゴリーの中の、この一番下、黄色、これを4つ組み合わせると、砲撃術。で、他に2個入れると攻撃力大つくので、これね、登録しておいてほしいです。で、これを食べると攻撃力アップ大と砲撃術。なので、飛躍を飲んだのがね、この体力アップ中しかつかないっていうので、飛躍を飲んでます。で、次に装備とね、音も。これ音も見れるのかな？見れない？見れるか。装備の方ね、音もだけども、このね、武器、このバルキンネコボール、これがね、睡眠属性、唯一の睡眠属性なんでね、これを装備してください。あとはね、こっちは何でもいいです。もう好きなやつ、装備していただいて大丈夫です。で、こっちが、励ましの楽器、これをね、装備してもらいたいです。もちろんね、普通の爆弾系でもいいんですけども、多分こっちの方が、安定しやすいと思います。で、次に装備ですね。今回ね、ちょっと装備がそこまできっちりできてないんですけども、必要なスキル、絶対に必要なスキルっていうのがガード性能5、あとガード強化、これだけ。他はね、何でもいいです。今持っている装飾品と、護石、防具ですね。そちらと相談していただいて、ガード性能5とガード強化、こちら以外は何でもいいです。極力ね、攻撃系スキルでいいですよ。もう何でもいいです。もちろん、匠5に振ってもらってもいいですし、匠4か、これ。4ですかね。4で最大かな。に振っていただいて、弱得、攻撃。まあ、他に、なんだろう。意外とね、渾身も乗るんですよ。スタミナがマックスの時。スタミナね、そんな減らないんですぐ回復しますしね。まあ、でも、おすすめってわけじゃないです。おすすめはね、攻撃と弱得。ぐらいですね。あとは、まあ、見切りとか。マイナス回心を消すやつですね。もうそれぐらいです。もう何でもいいです。フルチャージも当然相性いいですし、もう何でもいいですよ。そこにあるスキルをつけてもらえれば何でもいいです。で、あと、カスタム強化。こっちがね、今、回復付与と回心率強化つけてるんですけども、この組み合わせでいいと思います。もしつけるんであれば。もし被弾するっていうのが怖い方であれば回復能力付与。で、あとフルチャージを運用してるんであれば回復付与。あともう一個は回心率の方がいいですね。で、こちらの円筒は達人の円筒。で、残りの一個は何でもいいです。今回使ってないんでね。例えば強打つけてもいいですし、体力つけてもいいし、不動つけてもいいし。ダメージをね、基本的に食らわないんでね、この対流とかでもいいと思います。竜属性のね、属性値が上がるので、こっちでも悪くないです。まあ、本当何でもいいですね。で、次にアイテムですけども、こんな感じ。ちょっと今使っちゃってないんですけども、まあ、ここら辺は使わないでね、飛躍2個あれば十分だと思います。では、閃光弾は捕獲用ですね。で、捕獲セット。で、爆弾。これ4つですね、合計。で、今寝た時に、爆弾を仕掛けて撃つという感じになってます。で、あとは守りと、力のゴールですね。この辺はつけていただきたいです。あとこの3つですね。まあ、これある限り持ってっていいと思います。ちょっと今回3つしかなかったんでね、3つしか持ってきてないですけど、ある限り持参していいと思います。移動したら、常に使うと。こっちはね、死ぬまで効果あるので、この2つですね。は、持てる限り持っていっていいと思います。まあ、なくなったらね、ファストトラベルすればいいんでね、あんまり関係ないですけど、今みたいな感じですかね。で、あと、一応装備のね、まあ、防御力だけちょっと先ほど見てないんでね、419なってます。
まあ、実際防御力もね、350とかあってもね、全然クリアできるので、こんな感じでね、ちょっとやってもらえればと思います。ガンナーの方はね、拡散ボマーの方が、早いと思います。ぜひね、もし剣士で、やりたいという方は、こちらをちょっと試してみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になったら、いいねの方とチャンネル登録の方お願いします。